はい、こんにちは、カエルです。今日は2024年6月の銘柄別の分配金情報の公開をしていきたいなというふうに思います。6月はね、比較的分配金多い月なんでね、楽しみにしたいなと思います。でもう一つおまけですね、カエル東京都民なんですけれども、都知事選見てカオスだなってちょっと思っておりまして、ただここですね、倫理観っていうのが非常にね今注目されていると思うので、その倫理観についてと、これは投資にもつながるので、そこをね紹介したいなというふうに思います。カエルの自己紹介です。都内で起業した初老のおじさんで、がっつり住宅ローンを頑張って払っております。皆さんの投資を応援して豊かな人生を送れるように情報発信をしていきたいなと思いますので、いいね、チャンネル登録、コメントの方をよろしくお願いいたします。あとメンバーシップもやっております。今日のような資料のダウンロードができるようにしていたり、あと週に1回ですね、雑談系のポッドキャストも配信して、それを聞くこともできますので、興味がある方は動画説明欄の URL か、もしくは画面の QR コードからですね、申し込んでいただければなというふうに思います。では直近1ヶ月間のセクター別のパフォーマンスの状況と、ピックアップした ETF のですねパフォーマンスの情報を紹介したいなというふうに思います。上の表はバンガードのセクター別の ETF です。まず一番良かったのは VGT 情報技術系ですね、プラス 5.72% で、続いて VOX 通信サービスで 3.66%、 3位が VCR で一般消費財サービスで 3.65% ですね。これ見て分かると思うんですけれども、結局 GAFAM 系ですよね、マイクロソフトとかアップルとかメタとか Google とか Amazon とかね、そういったところが非常に伸びたよということが見てわかるかなと思います。でそれ以降ですと、不動産、ヘルスケア、生活必需品、エネルギー、金融、資本財サービス、公益事業、素材というのが下位の方に来てるんですが、ディフェンシブなものがね売られちゃってるのかなと、まあ、そういう感じがしますよね。下の表の米国 ETF のピックアップしたものを見ていきたいんですけれども、上位は 999VOODGRWJEPQVIG と、やはりですね、セクターの構成比として情報技術、テック系がね多く占めているものが上位に来てるっていうのはね、見てよくわかりますよね。まあ、ここら辺のもう一目で見て、みんな優良ファンドでねすごくいいなと思うんですが、カエルが推している JEPQ は分配利回りも高いのに価格も上がるというですね、まあ、非常にいいファンドで気に入ってるんですが、これもね今回4位ですね。プライスリターンで4位なんで、これ分配金入ってなくてここのポジションなんで、非常にいいなっていうふうに思います。では下位の方を見てみると、 SCHDVIM ですね、ここら辺の金融セクターとか比較的そういう守りとかですね、安定しているものが多く含まれているものが下位に来てるのかなというふうに思いますね。まあ、これも一つのね特徴なのかなと思います。この順位なんですが、毎月ぐるぐる回って結局相互補完をしているわけなんですよね。カエルはこの中ですと DGRW と JEPQ と VYM を持っていますので、こういったものが上行ったり下行ったりしながら平均点でねいい感じで上がっていってくれて、分配金も払ってくれる、こういったところがねすごく期待している部分でもありますので、構成を見ながらいい感じのバランスでファンドを持ち合えるというのがいいんではないのかなというふうに思います。では分配金情報の方に進みたいと思います。今月はですね23万ぐらい入ってきました。比較的ね多いなって思うんですけれども、実は今までは6月と12月日本株の個別株をやった時は6月と12月がすごい多かったんですけれども、過去数年間の中で見ると6月一番入金額が少ないんですね。これいろんな ETF で毎月分配にばらしたりフラット化するようにいろいろ構成を変えているので、全体的にね金額上がってきているので悪くないなというふうに思ってます。ただこれ円安の影響がね非常に大きいんですけどね、結局そこがすごい大きいんじゃないかなと思います。2021年なんか1ドル110円ぐらいだったので、増えた分って円安の効果がね大きいんじゃないかなってねちょっと思ってるんですけどね。ではそれぞれの資産クラスごとに見ていきたいんですが、まず不動の軸米国高配当 ETF たちですね、今月は19万円ぐらい入ってきました。これもね1ドル160円で計算してるからというのがあるんですけどね。で毎回しつこいと思うんですけど、 JEPQ がね順調ですね。株価も上がるのに分配も増加しているということで、今月 JEPQ 6万3000円ぐらい入ってきました。4月が5万8000円、5月が5万9000円ぐらいですので、非常にね順調に増えてきてくれているというのが期待しているところになっています。今月は VYM もね入ってくるんですね。3、6、9、10にはね VYM が入ってくると。それ以外は毎月分配でだいたい一定金額入ってくるんですけども、VYM が入ってくるときはボーナス月ということでね楽しみにしてるんですが、一部成長投資枠ですね、NISA の方で非課税枠に入れてるので、だんだんねこちらの方も金額がねアップしていくんだろうなというふうに毎年思っています。現在600何十万円ぐらいか時価総額があるんですが、これは全てね成長投資枠の方に最終的には入れて、全て VYM は非課税の状態でもらえるようにしたいなというふうに思っています。 SPHY は利回りがね非常にいいんですよね。
現在のところ 7.75%、 しかも手数料も低いということですね。ここで問題なのがね、 PFFD なんですよね。まあ、優先株なんでハイイールド社債とは別とはいえ、まあ、結局似たような資産クラスなんですよね。去年までは HYG っていう有名なハイイールド社債を持っていたんですが、あちら利回りが 5.5% とか 6% ぐらいで SPHY よりもだいぶ低かったんですね。なので PFFD みたいなの持ってる意味があったんですが、今もはや SPHY ですね、ハイイールド社債 7.75%の利回りがあって、手数料も確か 0.05% って非常に低いんですよね。ですのでもはや PFFD 持ってる意味あんのかなっていうのがね、今と思っています。ただ7月のリバランスでここ一気に入れ替えることはせずに、年末の方の銘柄入れ替えでねやりたいなと思うので、こちらの方はね、もし PFFD をやめるってことがあればね、共有をしていきたいなというふうに思います。続いて VGSH は米国短期債の ETF で 3.87% ぐらい今利回りがあります。 VGSH はですね、非常に値動きが少なくて堅守ですね。守りが固いのに 3.87% という高配当なね利回りを得られるということでね、非常にいいなと思っています。こちらの方もね、徐々に増やしていきたいなというふうに思っています。債券 ETF は生債券と違って中身入れ替えてってるので、利回りは変化するし、元本確保じゃないんですね。生債券のようにね、元本割れもねするということなんですね。ただ生債券みたいに自分でいろんな債券買って利回りとかね、こう支払い月を分散させるっていうのがね、ちょっと面倒っていうのもあるので、買えるは債券 ETF でやってます。ただ生債券を買ってね、利回りをロックしてね、チャリンチャリンもらいたいっていう方はね、生債券でもいいのかなというふうに思うので、ここら辺はね、自分のやり方に応じて選んでいくのがいいんじゃないかなと思います。続いて日本株の東証 ETF ですね。先ほど言ったように買える、去年までは日本株の個別株をやっていたんですけれども、今年から全て ETF に切り替えたということですね。6月は0円です。個別株やった時は6月に一気に入ってきてたんですけども、今度は ETF にしたら6月がね0円になっちゃいましたということですね。5月にいっぱいもらっていたのでね、これはこれでいいかなと思っています。グローバル X のグローバルリーダーズ日本株は円安でね調子がいいんですよね。このファンド、売上のかなりの部分を海外で占めるようなものなので、円安になると株価が増えるような優良企業がたくさん入ってるんですよね。ですので非常に株価も伸びているということで調子がいいです。分配金がねいいわけではないんですけどもね。あとグローバル X の日経225カバードコールのやつですね。これもね値動きが少なくて、毎月ねこうチャリンチャリンとこう中で、ね、再投資されていくので、すごくねいいなと思ってたんですけれども、日本株のねコア投資にもやっていきたいなということで、 JPX 日経400投資にですね、多分 iFree のものにすると思います。日清のと迷ったんですが、多分 iFree の方に切り替えていきたいなというふうにして、さらに楽天カードのね積み立てをね増量して毎月ね積み立てていくということで、日本株のコア投資もねちゃんとやっておこうかなというふうに思ってます。であとは個人向け国債変動金利10年っていうのがあって、日本も金利が上がっていくんじゃないかなと。米国の債券 ETF だと守りは強いんですが、為替リスクをね負うので、個人向け国債ですね、日本の債券も買ってもいいかなと思うので、今ちょこちょこねいろんなことをチェックしているというような感じになっています。では最後に物件いらずの不動産投資のリートですね。今月は 38,440 円でした。 J リート ETF はマクシス J リートコアからの分配金で 7,866 円入金ありましたね。今月は米国 ETF の RWR の分配もあったので約3万円入ってきて、今月は 38,000 ぐらいになったということですね。リートに関して言うと、商業不動産不況がね心配ですよね。アメリカのショッピングモールとかオフィスですね。で、日本もオフィスの需要がなくなるんじゃないかっていうね不安視があったり、金利が上がるとリートはちょっときついのかなとかあるんですけど、まあ金利が上がるってことはインフレが進んでるからなので、インフレには不動産はね強いので、まあ持っといていいなというふうに思ってます。こういうオフィスとか商業不動産がダメだっていう場合は、今不足してるだろうデータセンターとか物流系に変換したり、あと古い建物はね潰して公園にするとかをして、賃貸料をね維持するような、そういった対策をいろいろとやってくれるだろうというね、こう前向きな想定のもとに、しっかり国内リート海外リートはそれぞれ 5% ずつの資産クラスのシェアを維持するというので、分配金の再投資とかでねちょこちょこ増やしていきたいなというふうに思っています。カエルはね、こうマンションの実物投資ねしてもいいかなって思ったりはしているんですけど、ちょっと今ねまた借金いっぱい抱えてね、やっていくのもどうかなと思ってるので、クラウドファンディングでやっている小槌ですね、こっちも入れているので運用継続中で、こちらもねタイミング見て増量していきたいなと思いますので、公表をねしていきたいなというふうに思います。それではおまけコーナーですね。
多分おまけコーナーの方が長くなると思いますので、都知事選がねカオスなんで、それと倫理観ってどういうものなんだろうっていうね、投資と関係なさそうなんですが、投資にも非常に重要な話なので、今回はねピックアップしてみましたので紹介していきたいなと思います。都知事選がねカオスと言われてますよね。掲示板ジャックとか、もうほぼ全裸の女性のポスターが貼られたり、いろんなねこうそのポスターのエリアをまた貸ししたりとかね、もうめちゃくちゃになってますよね。ということで、ここら辺にも書かれているように、倫理観がとか常識やモラルがとか、倫理観を問うような選挙になってきたなみたいな、そういうつぶやきとかニュースがねいっぱい出てきてるんですよね。今回ね、どの候補がいい、この人にすべきだとか、ある特定の政治家をこいつはダメだとかね、この候補に投票しますよという話ではないので、まあ、そこはねご了承いただければなと思います。でカエルが子供の頃はね、昔は大型の政党がいて、小型の政党がいて、右がいて左がいて、タレント候補がいてっていうね、ある程度ね型が決まってて、やっぱり政策とか政党同士の戦いになってたようなイメージがあるんですよね。ただもう今回本当にカオスですよね。わけわかんないですよね。そういったところですね。そういう時にカエルが思ってるのは、もう政策の中身じゃないんですよね。もう政策以前に倫理観が合わない候補をまず外すっていうのが理由ですね。まずこの倫理観とか倫理とか道徳とかね、まあ、学校の時授業で受けたと思うんですけど、いまいちピンとこないなというふうに思っていて、哲学とかね、全然仕事とか全然役に立たないじゃないか、やっぱり今理数系で AI だみたいなね、まあ、そういうこと言われると思うんですけど、実はこれがむちゃくちゃ大事ですよっていう話になるんですね。まあ、そこをね紹介したいなと思います。道徳倫理っていう授業がね、先ほど言ったようにあったと思うんですが、倫理とかって、まあ、子どもの頃とか、子どもというかね、結構20代でも30代でようやく倫理観って大事だなってすごい思うようになったんですが、若い時ってね、なんで倫理とかが大事なのかねよく分かってなかったんですけど、中年になるとやっぱり倫理って大事だなって思うようになるんですね。変える仕事で AI とか統計とかデータ分析やってるので、定量的に物事を測るっていうのはすっごい大事だなと思うんですが、まあ、それ以上に倫理観とか道徳とか哲学がむちゃくちゃ実務で大事だなってすごく思うようになったんですよね。ここでいろんなもう哲学の本って本当難しくて、単語わけわかんないのが多いので困るんですけれども、一旦カント以降の哲学の事象っていうことをね、どういうふうに分けるかっていうのだけね紹介したいなと思います。昔の哲学っていうのは超常現象とか超次元、まあ、陰謀論もそれにねある意味近いのかなと思うんですけれども、こういうものを考えるっていうのが哲学だったんですけども、カントはねこれをもう考えないようにしたんですよね。もうそういったものはもう知ることができないから、もう分析しようがないと、そういった世界があるかもしれないしないかもしれないと、もうゴリゴリの神の世界がね実際にあっても、人間はそこをもう見ることもできないし知ることもできないから、もう考えること自体無意味だからやめましょうと。要するに味とか聞く、見る、匂いを嗅ぐとか、そういう五感で認識できるものしか人間って認識できないから、そこを科学にしましょうということですね。もうそこ以外は考えるのやめましょうということで、ここで初めて五感で感じられるものを、経験できるものを科学というふうな、ね、学問にしたということですね。この右側のやつですね、まあ、測定したり計算できるものを、やる、こういったものを科学という範囲にしましょうというふうに決めたんですよね。その中で、でもこの五感で感じられない、科学できないものがありますよねっていうのがあって、それが意志なんですよね。超常現象みたいにあるかないかも分かんないというわけじゃなくて、我を思うゆえに我ありみたいな形でね、考えるできるっていう主体はここにあるから、意志っていうものは絶対あると。でもこれって測定して計算式で表現できるものではないので、こういった五感で感じられるもの以外をちゃんと勉強する学問が必要ですねと、まあ、それが哲学とか倫理とかね道徳になってきたということなんですよね。この山川の倫理用語集とかね、もう読んでみたんですけどもね、言葉が難解なんで、 YouTube とか見た方がよくて、カエル好きなね POP 予測法とか、他にもカントの哲学を紹介している動画があるので、こっちはね楽しく面白く見れるのでぜひ見ていただきたいんですが、やっぱりそこで言ってるのは、お得や損得感情で行動しちゃダメだよということですね。結果ではなく目的で行動しないと不幸になるよという、そういうねことをねカントとか言ってるんですけれども、そういうものをねぜひですね、こういった POP予測法とか、あとフェルミ漫画大学のカント入門とかね紹介しているところで説明しているので、分かりやすくねまずは理解したいという方はね、こういう動画見るのがいいんじゃないかなというふうに思います。では意思と倫理って何かということなんですけども、もうすでに先ほど言ってしまってんですけれども、科学っていうのは、まあ、要は数学や科学は基本的に測定結果などは誰が見ても共通なんですよね。ですので共通認識の答えが明確に出るため信頼できるので、投資もデータで考えましょう、科学で考えましょう
データでこう言ってんだからなんで非効率なことするんですかみたいなことですね。でこの五感で感じるっていうのは経験が大事なので、百聞は一見にしかずなので、実際にやってみる、言ってみる、でこれ実験して測定するっていうことにもつながるということなんですよね。でもう一つ意思ですね。意思っていうのは先ほどの科学のように共通認識の答えが明確に出るので、データで言ってんだからこういうふうにしなさいよとか、データはこう出てんだから投資もこうあるべきっていう感じではなくて、意思の問題っていうのはめっちゃ人それぞれなんですよね。こういう意思の問題って科学のような範囲だと考えられないので、意思っていう範囲の学問を考えましょうと、まあ、それが哲学とか倫理とかね言われるもので、先ほどのカントとかデカルトとかいろんなね、ヒュームとかいろんな人が出てきてるわけなんですよね。この哲学っていう言葉よく使えますよね。投資哲学っていう言葉ありますよね。これは投資に関する意思の問題で、やはり正解不正解の科学の問題じゃないんですよね。そういうことを考える人もいるわけなんですよね。ですのでそれっていうのは投資の哲学なんですよね。カントさん曰くこの意思っていうのをどうやって測ったらいいのかっていう風なものなんですけれども、例えば全ての人がその行いをしたとしても世の中がやばくならないような行いをすべきだ、意思決定はそういったことを考えてやんなきゃダメだ、それが道徳だよってことですね。缶を捨てたり、まあ、立ちションベンしたり、迷惑系 YouTuber みたいなことをしちゃったり、列を割り込むということですね。これみんなもやってんだからいいじゃないかっていう人はねダメで、それを全員がやったらどんな世界になっちゃいますか。そういったことは道徳に反するし、意思決定としてはダメですよね。そういうふうにね、カントさんは言ったんですよね。理系がとか文系がとか、理系の経営者じゃないとダメだ、文系の経営者はとか、今は文系より理系が大事だとかね、まあ、そういう世界の話じゃないんですよね。特に政治家経営者は理系も文系も両方を理解したセンスの持ち主じゃないと多分うまくやっていけないだろうなというふうに思いますね。ただまあ政治家も経営者もたくさんいて、それ得意不得意の分野を助け合う、経営者の場合と C クラスっていう人がいて、 CEO がいて、 COO がいて、 CMO がいて、 CSO がいて、 CIO がいて、CFO がいてって、まあ、そこをねお互い助け合うという、理系能と文系能が助け合って、最後 CEO がまあ取りまとめて企業として動いていく、すごくうまくいくということになりますので、この意思とか倫理とか哲学っていうのは科学で数値で物を測るぐらいすごく大事で、これがないと本当にマッドサイエンティストとか AI の暴走みたいなことが起こるので、 AI とかテクノロジーとか進めば進むほど、この倫理とかね哲学とか意思の世界っていうのは非常に大事になるんですよと、まあ、そういうことですね。法と倫理と道徳ですね。合法の範囲内でやってますよとかね、よく言う人いるんですけども、それ全然言い訳にならなくて、何言ってんだっていう話なんですね。法律は主に公権力が決めて、倫理は集団的で、道徳は個人の問題ですよねっていうことですね。で、右側にあるようにめっちゃ道徳倫理観頼みのものがあるんですよね。お年寄りに席を譲ろうとか、選挙ポスターとして、まあ、そこに変なポスター貼っちゃダメやないよねっていう、めっちゃ内面から湧き出る、みんながやったら困るよね、みんながやった方がいいことだよねっていう、その道徳倫理観頼みのものっていうのはめっちゃ内面から湧き出てくるものなんですよね。だから測定がしづらいというものですね。これがそういったものですと。でもう一つ法律ですね。これ倫理観関係なくて、ルールとしてそう決めないとダメだよねっていうことで、ルールで決めたものですね。まあ日本は右側通行にしましょうねとか、まあ日本は株式会社とか合同会社っていう名前にしましょうねっていうね、そういったような形で特に倫理観関係ないんだけれども、ルールとして決めてそうしましょうって決めたものがあるということですね。もう一つ今合法の範囲内でやってますよと言って問題になっているのは、この倫理観で強制する規範の範囲ですね。この道徳と法律が被ったところですね。強盗するな、詐欺をするな、人をぶん殴るな、人を刃物で刺すなみたいなね、こういうことっていうのは法律でも決めるし、倫理的にもそんなことがみんなやりだしたらとんでもないことになっちゃうから絶対ダメだよねと、もうこれは国の権力でもう押さえつけるという形で守りますよ国民をということですね。でこれはめっちゃ外部から強制されるものなんですよね。要するにね、それやると逮捕されますよということですね。で社会学とかだと、こういう国家とか権力組織で倫理的法律的に悪いことした人を強制的に逮捕するっていうね、そういう唯一国の中で暴力を震える、法に基づいて震えるっていうことなんですけども、こういうのを暴力装置っていうんですよ。これ社会学の言葉なので、よくねこういう学問やってる人は暴力装置って普通に使うと思うんですよね。で一時期自衛隊のことを暴力装置って言っちゃった政治家がいたんですよね。まああれはそういう悪い意味も含
めて言ってるのかもしれないんですけど、社会学とかやってる人は自衛隊は国に認められた唯一の暴力装置みたいな、こういう言い方はするわけですよね。それで他国に対してね、倫理観に反するんだけれども国民を守るためにその暴力を強制的にね行使するっていうことなんですけれども、そういった暴力装置っていう言葉を、まあ国民全員がねマックス・ウェーバーの本とかね読んでればわかるんですけど、読んでないから自衛隊のことをねこういう言葉で表現したら絶対反発食らうなって分かってないと政治家としてうまく成功できないと思うんですよね。あ、こういう言葉使ったら過剰に反応されて本当はね意味違うんだけれど、あたかもね国民を守ってくれて災害時に助けてくれてる自衛隊をね暴力装置みたいに暴力を振るう機械みたいな表現したら絶対ね国民から反発使うから、こういう言葉を使っちゃダメだなって思う政治家じゃないと多分うまくいかないのに、ポロッとああいう言葉を使っちゃってマスコミに取り上げられて叩かれるみたいなね、まあ、そういうことが起こっちゃうと、まあ、そこがね政治家の腕なんだろうなと思うんですよね。でじゃあどうやって合法違法と考えるかということなんですけど、先ほどね私ね人をぶん殴るなっていうね、人をぶん殴るみたいなことがあると思うということですね。で街中でね人をぶん殴るっていう行為はたくさん行われているとすると、まあ、政治家の人は自分がね持つ倫理観を持ってこのあーっていうね政治家さんがねいるとしたら、やっぱり人をぶん殴るっていうのはもう倫理的道徳的にダメだと、被害もでかいと、だから新しい法律作ろう、人をぶん殴るなっていう法律を作るんですけれども、それがね暴行と言われるものはねもうこれダメっすと、もう逮捕ですと、国家権力がねその人を強制的にもう捕まえて押さえつけますよと。ただしボクシングとか空手っていうスポーツがあるという場合はありますよね。あれを法律で違反で逮捕しちゃダメですよね。でそのね、まあスポーツはまあいいっしょと。あと正当防衛ってありますよね。何か強盗とかに襲われて自分の身を正当に守るために人をぶん殴っちゃうっていうのもあるよね。この場合は逮捕じゃなくて許してあげようっていうことがあるんですよね。こういう法律作るときって何をベースにするかって言ってやっぱり倫理観なんですよね。そういう倫理観を持った政治家さんっていうのがね大事だということですね。だからここを持ってない政治家さんって結構やばいんですね。だから合法か違法以前にその法律を作る倫理観の問題っていうのが政治家は非常に大事ってことになるわけですよね。じゃあ政治家に対してね腹立ちますよね。特に政治家がいや合法の範囲でしたとか違法性はありませんとかいうねそういう発言した時にけしからんけど法律に違反してなかったらまあしょうがない合法なのか、なんかすっげえモヤモヤするってね、そういう風にね思う人が多いと思うんですよね。でそうやって政治家が表現の自由ですとか言って他の候補者の選挙活動をねなんかものすごい方法で妨害したり、政治家がいや合法の範囲内ですよとか言って脱税みたいなことをするということですね。こういう時に皆さんねモヤモヤするわけなんですよね。その時皆さんマジこいつら大丈夫かって思うわけなんですけれども、これなんでかっていうと、高い倫理観で自分で法律を作る政治家が内から湧き出る倫理観で自分の行動を律してるんじゃなくて、いや法律の範囲の中ですよねと、罰せられませんよねって、外から強制される法律に依存しないとまともな行動ができないっていうことなんですよね。こういう政治家を見るから皆さんね大丈夫かな、自分たちで法律作って倫理観をベースにいろんなこと決めてかなきゃいけないやつらが合法の範囲内だから何やってもいいでしょうみたいな倫理観をねこう逸脱したようなことをするから皆さんねなんかイラッとするわけなんですよね。こういうことを言う人って、私は倫理観がありません、法律がないと正しい行動はできませんってねこう宣言しているようなもので、すごくこういう人政治家になって大丈夫なのかな、こういう人が政治家って自分で名乗って大丈夫なのかなっていうことがすごくね不安になるんだと思うんですよね。こういうのって法律が効力をねもう発揮しない、もう世紀末北斗の拳の時代になったら、もう真っ先にねバイク革ジャンモヒカンでヒャッホーって言いながらね真っ先に村人を襲うような集団になっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。これだけ人前の見てる中で堂々とそういうことができちゃうっていうことに対して、法律がないとそういうの守れない人たちなんじゃないかなっていう不安感があるっていうことですよね。ですのでそういう人を見るとやっぱり不安になるし、大丈夫なのかなと思うし、腹が立つし、どうしようかなって思うわけですよね。なのでカエルは政策以前にその政策を立案するための倫理観に合意できるような人じゃないと
投票したくないなと思うので倫理観が合う人を選ぶというふうに言ったのがそうだし、こういう倫理観がない人っていうのはまともな法律が作れないなっていう判断になるので投票しないとか、そういう判断になるんですね。ただカエルここまで言ったんですけれども、いやあれぐらい派手な行動をしないとね注目されないからダメなんだ、マスコミがねそういった人をフォーカス当てて政策とか考えをねちゃんと述べられないからこういうね過激な行動をしなきゃいけないんだっていうふうにね言う人もいると思うので、その倫理観っていうのはね人によって全く違うのでそこはね強制することはできないとこういうふうに思います。ただし安芸高田市からね市長の方が今度都知事選に立候補するけど、ああいう方って頭いいからむちゃくちゃうまいですよね。こう YouTube とかメディアも使いつつ市長をやって経験積んで次に都知事選出てこう倫理観がないような行動をしなくてもちゃんとあえて注目される存在になれるんですよね。あれが作戦とか戦略とか戦術ですよね。だからやっぱりああいうの見ると腕がいい人にお願いしたくなって若い方に投票したいって思う方が多くなるのは分かる気がすると、まあそういうことですね。まだねカエルは誰に投票するかね全然決めてないんですけどね。じゃあ最後に投資もね一緒だよっていうふうに考えております。これはねカエルの個人的な理由とか考え方なんで皆さんも同じように思ってくださいっていうふうにはね言わないので、これはねあくまでもカエルの個人的考えだというふうに思っていただければいいんですが、ここまで見てくると手数料が高いファンドが悪ではなくて合法なんだけど倫理観を無視したようなファンドとか販売行為が憎まれるということですね。手数料が高いからダメですではなくて、手数料が高いのに倫理観とかを無視したり全くねこう見合わないっていう、まあ、そこが問題ですよということですね。先ほど一番最初の方に見せたようなお得や損得で考えないで結果ではなくて目的で行動しないと不幸になりますよっていう主張があるということですね。これはねこういう動画見てもらえると分かるかなと思うんですね。災害支援も無償の奉仕がね望まれると、例えば政治家がね災害支援で現地に行くとあれは売名行為だっていうふうに言われる場合もあれば、売名行為だってやらないよりやった方がいいですよっていう、まあそういう言い方になるということなんですけれども、ただし災害支援は売名行為じゃなくて無償の奉仕が望まれるということなんですね。でこういったカントの哲学とかですとそこは無償で行わないとダメだと、もし売名行為で災害支援をしてるんだとすると有名になるチャンスがないとこういった支援をしないっていう風に逆にねなっちゃったりするわけなんですね。もちろんそれでもやんないよりやった方がいいだろうっていうのは分かるんだけれども、そういうメリットがないと何もしないっていう風になっちゃうと本当の支援じゃないよねと。だから道徳っていうのは無償であっても良いことっていうのは行われるべきであるし、そういう損得でやるべきものじゃないっていうね、そういったことが道徳とかカントの哲学っていう風に考えられてるんですね。でこういう風に考えると、例えばね GAL っていうね ETF あるんですよ、米国 ETF。 これ何かっていうと、もう全世界の全種類の資産に分散投資を1本の ETF でできるってものなんですよね。でこれはベンチマークはアクイですね、オルカンと一緒のやつなんですけれども、さらに小型株も含めたような指数と米国の総合債のものの指数に、ね、連動していて、手数料は 0.35% のアクティブファンドなんですよ。年利 7% ぐらいで S&P500 なんかのああいうインデックスファンドよりも全然、ね、リターン低いんですよ。で手数料も高いですよね。年平均リターンこれ7%ぐらいなんですよね。中身見てみると SPY みたいな SP500 もあれば、米国以外の先進国もあれば、新興国もあれば、ハイイールド社債もあれば、総合債もあれば、インフレ債もあれば、あと S&P600 の、ね、小型株もあればという形で、本当にねこれ確かコモディティも投資をしていて、もうあらゆる世界中のあらゆる資産に投資をしていて、だいたいトータルリターン見ると毎年 7% なんですよね。マネーセンスカレッジさんでしたっけ、あそこの全世界投資ですね、商標取られてるんで一応ねこれ商標なんですけど、それと同じようなことをしてくれるんですよね。ただやはり損得だけで見ると手数料高いしパフォーマンスも低いし、ぼったくりのアクティブファンドでこういうの買うの情弱だみたいなことね、そういったことを言い出す人がいるんですよね。でもこれ典型的にアクティブファンドはインデックスファンドに勝てないって言われるような見本のものなんですよね。ただ億単位で資産持ってる人って減らしたくないので、この1ファンドで全世界中の全資産クラスに投資して安定した利回りと安定した標準偏差ですね、リスクでやりたい、もうだからそんな儲けなくていいけど下落をしたくないから別にお金払うからちゃんと運用してくれ、そういう人にはすごくね向いたファンドだと思うんですよね。ゴールが
S&P500 とかナスダック100に集中投資しているインデックスファンドの投資家の方とはまた別なんですよね。これはアクティブファンドですけれども、リスクを抑えた徹底的な分散投資っていうね、そういう目的だったらね、すごくいいファンドなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これって投資哲学、目的の問題であって、儲かるか儲からないか、パフォーマンスがいいか悪いかっていう科学数学のだけの問題ではないということなので、こういったことをねちゃんと考えなきゃいけないということなので、こういうファンド見た時にぼったくりファンドでなんでこんなの投資するんですかみたいなね、そういう反応はしない方が見てるといい感じだなって思いますね。はい、中身をちゃんと精査して目的を考えると、まあそういったことが大事かなと思います。ではまとめと雑談ですね。長くなっちゃいましたね今日も。はい、まあ今回もねおまけの方が長かったっていうことですね。まあ来週はねこれだけはやれ、投資とポイントで男をゲットっていうね内容のねやりたいなと思います。はい、まあこれはねちょっと半分冗談みたいなとこもあるんですけれど、何やっていいか分かんないっていう人がね、実践ですね、その通りにやってみて初めて、あ、こんなお得なんだって思うこともあるだろうから、まあそのステップをねちょっと紹介したいなと思ったんですよね。はい、関東さんごめんなさいっていう感じなんですけどもね。で、全然関係ないんですけど、年内のね今旅行先をね検討中です。まあ円安できついんですけれども、東南アジアとか EU とか南米などね枠を広げてね考えて、やっぱりね若いうちにもうめちゃくちゃ歩くんじゃないですか。遺跡周り行くとね、もう1日10キロみたいに歩くのを1週間続けるみたいな生活になるんで、年取る前にね早めにね行っておかないとなって思うので、頑張ってね旅行の計画立てたいなと思います。まあ円安できついんですけども、アナのマイレージとマリオットボンボイのポイントと楽天ポイントをね総動員して、なんとかねお安く行けるようにね考えたいなというふうに思います。で、あと先ほどのね倫理観の時に、全員がやりだしたら困ることはするなみたいなね、まあ、これってすごく大事だと思うんですけれども、こうやってみんな確率的になって個性も守れないと困っちゃうので、やはりですねそこはうまくねこういう言葉使わないといけないなというふうに思います。で、こういう便利なキーワードをすると、これ振り回してね、なんかそういう全員がやりだしたら困ることはするな、だから君はこういうことするなって、逆に、ね、縛る道具みたいにね使う人が出てきちゃうので、ここはここでねちゃんと考えなきゃいけないなと思うんですよね。EU とかが特にアメリカのビッグテック規制をねするのは、なぜかっていうと、やっぱりアメリカって合理主義でビジネスサイドじゃないですか。なので損得重視で手段を選ばずっていう風に見られてしまうんですよね。倫理を守らないんじゃないかっていうことがね、すごく EU みたいにね、あえてデカルトとか偉大な哲学者を生んだ国々なので、そういったところがねすごく気になるんだと思うんですよね。アメリカのビッグテックでものすごい規模の金とパワーと情報をコントロールする力を持って、市民とかね国とかを倫理観がないような状態にならないようにするためにいろいろ規制をかけると、まあそういうことをねやっぱりすごく重視しているんじゃないかなというふうに思います。まあ実際ねどうなのか分かんないですけどもね。で、日本っていうのはもうまさにね、このみんながやったら困ることはやるな、他人に迷惑かけるなっていう、まあ倫理観の塊のようにも感じますが、今回の都知事選みたいなものを見ると、タイは頭から腐るっていうね、そういう言葉がね、ロシアのことわざで、まあ魚は頭から腐るならしいんですけど、昔日本の官僚の人で、タイは頭から腐るっていうね、そういう本を書いて、結構日本だとこっちのね、言葉の方がね、有名かなと思うんですけれども、そういう風なね、イメージを受けちゃうという感じしますね。仕事とか会社で、今の仕事で悩んでるとか、会社を変えようかなって悩んでるとかね、そういう思う人って、会社のお金儲けの考え方と倫理哲学のバランスがね、まあちょっと自分と合ってないんじゃないかなと思うんですね。会社っていうのはお金儲けすっごい大事なんですよね。だって我々株主で、いや倫理観守ってるんで収益出ないんで分配金ありませんとかね、配当金ありませんとか言われたら困るじゃないですか。ただしもう金儲けが全てだみたいな感じで、もう消費者なんか客なんかいい、お金奪い取ってこいみたいな倫理観とか哲学がもうめちゃくちゃな会社もそれも嫌だということですね。だから両方大事で、そのバランスがね合わない企業っていうのがもし勤めててあるんだったら、もうそこはねやめて自分に合った環境に行くのも一つの手なんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、ね、今日も長くなってしまったんですけれども、本日は以上になります。投資は自己の判断と責任で変えるの個人的見解となりますので、ぜひ自分でねいろいろこういう哲学とか投資とかいろんなことをね勉強して、自分の判断でねいろいろ決めていっていただければなというふうに思います。本日は以上になります。ありがとうございます。バイバイ。